ラフテルの名付け親がロジャーであることっていうのがなんかいい感じに聞いてきそうだし、あと青色の星、青色の星って星の名前を誰一人まだね、言ってないっていう。さあ、智則佐藤さん、発表会ありがとうございます。もち先生こんばんは。ルフィの夢の果てですが、来ました、夢の果て考察。この世界、青色の星に自分の名前をつけるだと思います。サボが世界の本を書くという流れで、子供っぽいけど面白いかなと思います。月も太陽もあるのに地球という名称を使わず残してるし、みんなのリアクションも、あとロジャーが言ってもおかしくはないのかなと。海賊王の影響力さえあれば、海賊王ぐらい有名になれば、あーまあでもラフテルの名付け親がロジャーだっていうこととかも伏線になってくるね、そうなるとね。いやー、なるほどな。というか、でもだとしたらロジャーがつけれたんじゃないの、もう海賊王になった時に。それこそ公開処刑の時に、この星の名前は何なんだって、俺は名付けたぜって、ルフィとロジャーの夢の果てが一緒なんだとしたら、ロジャーは処刑台で叫べたはずだよ。この名前をつける役目を、名前をつけれる男じゃないとロジャーは思ったの。でも海賊王っていう称号には喜んでたけど、それも託したってことなのかな、その名付ける権利を。青色の星、誰のものでもないのに星に名前をつけるなんて誰も認めねえだろっていう話だよね。で、海賊王だったら認めてもらえるかもしれない、海賊王が言った言葉なんだったらみんながそう言うかもしれないみたいな判断なのかな。でもその世間一般的に海賊王って悪いやつだもんね。海賊王が乗ってた船を作った罪でトムさんは死刑になるみたいなさ、ところだから、海賊王が星の名前を決めて、アーツとかつってさ、決めてさ、アーツって呼んで、お前海賊王が名付けた名前使ってんじゃねえみたいな感じで、なんか罰せられそうだけどねワンピースの世界ではね。いや、でもなんか面白いですね。マジで聞いたことなかったっす、この感じは。ラフテルの名付け親がロジャーであることっていうのがなんかいい感じに聞いてきそうだし、あと青色の星、青色の星って、星の名前を誰一人まだね、言ってないっていう、それこそミスリードじゃないけど、誰しもがそういうもんなんでしょってもう信じ込んでるものじゃん、青色の星って。ワンピースの世界の青色の星には名前なんてなくて、そこもなんかね、こう裏切れるしみたいな、どうなのかというね。で、まあ夢の果ての話をするときにいつもお伝えしてますけど、これってかなり最後なんじゃないかっていうね。夢の果てっていうのは、もうワンピースの正体とか、ラフテルに何が置いてあるとか、最後世界がどういう風にひっくり返るのかみたいなこととかが全部描かれた最後の最後ぐらいだね、多分夢の果てがわかるのって。なんかそんな感じはしてるんですよね。海賊王になればできること、どうなのかっていうね。うん、いや、これももうこんな明かされた時にはもうトレンド1位ですよね。確定夢の果てで、もうシャープ夢の果てで、もうトレンド1位だろう、世界中。竹之内の丸之助さん、にゃがありがとうございます。空がホログラムなら、衛星が6つなのに月が1つなのも、イーストブル編の時間経過もうなずけると。空ホログラム説とか、もうなんか見えてるものを見えなくするとか、見えないものを見えるようにするとか、なんか全部自在なんだよね、もうこれ応用したらね。いや、でも確かにこの疑問はあるよね。小原の天体が青色の星っぽいのがあって、衛星が6つあったりするんですけど、なんか2つ以上の月が見えてる描写とかないし、ね、でここにホログラムが、うわー、でも空がホログラムの可能性ってゼロじゃねえのか。今なんか、まあ言ってもそんな可能性ねえかなーとか、なんか なんとなく思っちゃったんですけど、だってよくよく考えたら、ラブーンのところでクロッカスがクジラの中なんで空があるのみたいなね、クジラに飲まれたのにそこにも空がある世界があって、で私の遊び心だみたいな感じで、クロッカスがラブーンのお腹の中を絵とか描いて空にしてたみたいなのがあるんですけど、あれがホログラムの示唆だったりしたらやべえけどな、マジで。であれ遊び心かいお前のみたいな、まあ、ギャグ要素じゃないですか。であれが現実世界の青色の星も実は空は全部ホログラムですよの暗示だったとしたら、マジやべえけどな、あのギャグ描写が暗示だったとしたら、さらに大きいラブーンの中の世界線ですよ。だからそうなってくるよな、もう宇宙は実は誰かの細胞のなんか一部なんじゃないかみたいな話になってますけど、無限ループ説。いや、だからそういうアイディアいろいろありながらの、小田先生がどこにパシーンってこうなんか飛車をさ、どこに置いてくれるかだよね。こう、いろいろある中で、ゼルダの伝説はこうとかね。で、転生したらスライムだったではこうとか、天空の城ラピュタではこうとか、いろいろな王道、太古の昔と現在が壮大に繋がってくる物語って、過去にも、ね、現在にもいろいろな映画、漫画、アニメ、いろいろある中で、ワンピースっていうのは、その中でどこにこう、
後物語を置くのかっていうね、それを今から期待して待ちたい。メンインブラック、エヴァーもそうか、小田先生の家にホログラムあって好きって言ってたし、青色の星の空がホログラムだと仮定して何がどうなるんだろうな。まあでもホログラムだとしたら若干説明できないのが、月を見て数論化する数論とか、誰が何のためにホログラムにしてるかだよね。あのホログラムの可能性ありますよっていう話はできるんですけど、それやっぱり誰かが意図してそれを作り出さなきゃいけなくて、そうすることによって誰が得して誰が損するかみたいな話を説明できないと理論としてはきつくはなるのかな。空をホログラムにすることで誰が得すんだろうな、誰が損するんだろう、その辺をね、で考えるのは熱いし、で暗示があるしね、一個ね、ラブーンの腹の中にクロッカスが作った空があるっていうね、その上に、あ、ワンピースを隠すためにっていうね、そうしないと太陽がなくなったのがバレるから、あーなるほど、うわーそっち繋げていくとなんか熱いね。そうだね、宝を隠すための仕掛けって考えるのが一番自然が今のところ。太陽がなくなったのがバレてほしくないのは世界政府なんだけどね、そうすると世界政府側がやっぱり持ってる技術でホログラムにしてんのかな。ことは隠してあるものをエネルは見ている。太陽が偽物って気づかれないか。うん、やっぱりそうなると、もし仮に青色の星の空がラブーンの腹の中みたいにホログラムだと仮定するならば、そうやってやってんのは世界政府だよね、多分ね。だそこにたどり着きそうだから嫌なのかな。天候を科学する。天候をコントロールすることすらできるとかってベガパンク言ってましたけど、太陽を作るとか、消えない炎とかっていう話、うわってありましたけど、その技術を政府は奪ったのかな。レモンティーさん、にゃこじゃありがとうございます。マリージョアじゃなくてリバースマウンテンを中心に、東西南北の海の名前が決められているのはなぜですか。いやもうここかなりだね。イーストブルーって名付けたの誰みたいな話になってくるでしょこれ。イーストブルー、ウエストブルー、ノースサウスを名付けたのが誰みたいな。グランドラインって誰が名付けたっていう、そういう話だよね。アームベルト、レッドラインとか。今の歴史で言うと、空白の100年に栄えた巨大な王国っていうのは滅んでます。空白の100年が明けてちょうど生まれたのが世界政府なんで、世界政府が名付けたとするのが、まあって感じなんですけど。いや、でもわかんねえんだよな、とこも。アラバスタが4000年の歴史があるとか、全知の木は5000年前にあったとかもあるんで、その当時から言われていたのかとかね。これガチ考察案件だよな。世界政府が名付けたんだとしたら、マリージョアを中心に東西南北になるはずなのにみたいなことだよね。マリージョアを中心にすると今のイーストブルーはウエストブルーになるとかそういうことなの。リバースマウンテンを中心に東と西だけが変わるのか、ちょっと難しいなこれ。これがなんかヒントになってたりすることあるかな。あ、マリージョアが中心になったらイーストブルーがウエストブルーになるのか。現実世界だとどうなんだっけ。なんかあの非イズル国とかって一番東の国みたいなね、日本とかは言われてたりしますけど、現実世界のこの歴史、経度と緯度の起源とかが別に採用されていると、それは漫画でいいような気もしてくるけどな。 I2X さん320円、ありがとうございます。キャベンディッシュの覚醒した時の顔がロックスの手配書に、あーなるほど、なんかつながりがあるんですかね。うわなるほどね、そっち方面考えたことはなかったっすけど、二面性みたいな話じゃん、あの白馬って。表の顔と裏の顔みたいなところで言うと、そういう考えは結構熱いかもしれないみたいな。犬様の目、ミホークの目、ズニーシャの目、カリブの目とかってありますけど、そうじゃないところにもあると。それが何かというと、二面性があるキャラクターの裏の顔みたいなところで、プリンが本性とサンジに対する演技している顔みたいな。で、それがこう半分に分かれて描かれることとかあるんですけど、悪いプリンっていうのは目が二重に描かれる。ハーフ&ハーフみたいな時の白馬も目が二重に描かれるみたいな。二面性みたいなね、描かれ方。ってことは、イム様もミホークもズニーシャも二面性があるのかなとか、そういう法則で小田先生が書いてるのかなみたいなね、話をさせていただきました。けどもそうなってくるとロックスもそうなんじゃないかみたいな考えると、熱いのは熱いですよね。まあ、ロックスに関してはね、別に二重丸が確定してるわけじゃないですけどね。ただ白馬と似てるってことはみたいなね、そういう考えはできるのかなっていう。